あら、出来損ないのダメ兄貴じゃない。俺が商談で訪れた高級寿司屋で再会したのは、俺のことをずっと見下し続けてきた家族だった。あんた今何してるの？どうせバイトで貧乏暮らししてるんでしょう。それに比べて弟のシュートはね、なんとすっごくすっごく大きな会社に内定したのよ。偉いでしょ？ゴミのあんたと大違い。私はずっと情けなかったよ。こんなのが兄貴だったなんてね。久々に家族と話す会話がこんな内容だなんて、惨めにも程がある。俺だって努力はした。でも報われなかった。出来損ない、ゴミだなんて言わなくたっていいじゃないか。俺は拳を握りしめて静かに言った。じゃあ、シュートの内定は取り消しだ。一瞬何を言われたのかわからなかったのだろう。ポカンとした元家族たちに俺は現実を突きつけてやった。俺は不知火健人、現在26歳。不知火という珍しい名字は、地元の人間であれば誰もが製菓メーカーの不知火製菓と勝手に結びつけてくれる。郊外の広大な土地に父親が一代で築き上げた社員300人ほどの会社を知らない者は珍しいほどだ。その長男ともあれば、羨望の眼差しで見られるものであるとは限らない。俺には弟と妹がいる。後継ぎも見据えて、俺たち三人兄弟を育てようとする両親の期待に応えるべく、また妹である優と弟の修との手本になるため、俺は小学生低学年の頃から塾に通って勉強に励んだ。英才教育のために習わされたピアノと絵画のレッスンにも懸命に取り組んだ。すべては家族のため。いずれは父の会社に入り、多くの人が喜んでくれるお菓子を作りたい。そうすれば家族みんなも安心して楽しく暮らせる、なんて考えていた。しかし、そんな俺の夢は所詮夢だった。中学に入ると俺の成績は下降気味になり、どれだけ頑張っても結果はすべて平均以下になってしまった。学校のテストも塾の模試も、ピアノや絵画のコンクール、すべてが家族の期待に添えなくなっていった。代わりに、優と修との成績や才能はみるみる上昇していた。俺がテストの結果を見せるたび、両親は軽蔑の目を向け、やる気あるのか？あなたの態度がすべて点数に表れているのよ、と言った。俺がコンクールに落選すると、妹は、私ならもっとうまくやれたわよ。と呆れた表情で吐き捨て、弟は、こんな風にはなりたくない、と素っ気ない言葉を突きつけた。親戚との集まりの際も、両親は妹と弟がどれだけ優秀かと説き、親戚のみんなは、優と修とで優秀なのね、なんて言って笑った。誰も俺のことは話題に出さなかったが、蔑まれるくらいならばいないように扱われる方がマシだった。自分の学力に見合った高校に進学が決まった時、そんな高校に行くの？よくお父さんたちから許可もらえたね。と妹には驚かれ、俺は父さんと母さんが満足する高校に通うよ、と弟に蔑まれた。だが、通い始めると高校生活は想像以上に楽しかった。友人は優しいし、先生の授業もわかりやすい。家族から下に見られている学校だったので、良くない場所なのだと信じていた過去の自分が恥ずかしい。特に選択科目であるマーケティングの授業が興味深かった。客層の求めるものをリサーチし、どうすれば喜ばれるかを考える内容だ。父親の会社でみんなが幸せになれる商品を、と夢見ていた小学生の頃に少しだけ戻れたような気がして、大学は経済学部がいいなとぼんやり考えていた。高校3年生の4月、俺は自分の学力で受験ができそうな大学のパンフレットを書き集めた。オープンキャンパスにも行って志望校を決めた。学費を両親に払ってもらおうなんて期待はとうの昔に捨てたので、奨学金手続きの方法もすでに確認してある。あとは受験に向けて勉強するだけだ。だけど、この考えすらも甘かった。
初夏に行われた高校での三者面談。担任は俺の書いた進路希望調査票を机の上に広げる。ケント君ならどこの大学にも合格できると思いますよ。彼はとても真面目ですから。そう言ってくれる担任の言葉に涙腺を刺激されそうになりながら母親の言葉を待つ。母親は俺の調査票を一別するとくるりと裏返した。この子は大学に行かせません。うちの家からこんなに学力の低い大学に行く人間がいるなんて知られたら、考えただけで恐ろしいわ。俺も担任も言葉が出なかった。母親もそれきり何も言わない。少しして我に返った担任が声を発した。では、他の大学を検討されているということでしょうか。いいえ。まあ、行きたければ好きにすればいいんじゃないかしら。この子は高校卒業したら知らぬ池を出ていきますので。初耳だった。未だ凍りついたままの俺に担任は戸惑った表情で尋ねる。そうなのか？まだ本人に言ってなかったかしら。あとはこちらで話し合いますので失礼します。母親は担任が引き止める間もなく教室を出ていく。仕方なく後を追う俺に母親は目を見ずにこう言った。わかるでしょ？あなたにこれ以上かけるお金はないの。塾もピアノも絵画も。あなたに投資したお金はすべて無駄だった。高校も無意味だったのね。あんな大学を志望するなんて。これ以上無駄遣いさせないでちょうだい。はい。その日から俺は高卒で働ける職場を探した。就職活動を始めるには少し遅い時期だが、探せばまだいくらでもある。三者面談の後、担任からは大学生活のためのアドバイスをもらったが、どれも俺には適さなかった。生活保護を受けたり、アルバイトをしながら奨学金で生計を立てられることは分かっていたが、大学で何かを学んでも、俺には何も成果が上げられないと決めつけていた。俺が頑張る意味なんてない。どれだけ頑張っても、自分の家族も満足に喜ばせられなかったのだから。これまでのこと、これからのことを考えれば考えるほど、俺の自己否定感は強くなっていった。そんな奴が就職活動に成功するはずがなく、面接は落ち続ける。俺にはもう熱意がなかった。春を迎え、俺は一人家を追い出された。進学できないと分かってからは、就職活動とアルバイトの生活だったので、少しだけ貯まった金と過去の貯金を持って一人暮らしを始めることになった。そして、夏を間近に控えた時期のある企業の面接後、きっと今回もダメだった。ダメだと思うともっとダメになる。分かってはいるが、自信を持つ方法を俺は知らない。数をこなせばいつか自信につながるかもしれないと、明日の面接へと気持ちを切り替え、面接を受けた会社が入っているビルのエレベーターを降り、出口へ向かう。すると、一人のおじいさんがロビーの端から端へと右往左往していた。たまらず声をかけてしまった。このビルは縦にも横にも広く、地図がなければ迷ってしまいそうな設計だ。もしかして迷子かもしれないと思った。もし間違っていたらすみません。どこかお探しでしょうか。よければ案内しますが。おじいさんは驚いた顔を見せた後、ほがらかに笑った。どうもありがとう。20階まで行くエレベーターが見つからなくてな。20階より上は専用エレベーターに乗らないといけないんです。案内しますね。俺はロビーから奥へと進み、関係者のみが使用するような細い通路へと向かった。20階以上はこのビルを所有する会社の階層だから目立たない場所にあるのだろう。目的のエレベーターに着くとおじいさんは喜んでくれた。おお、そうだ、ここだ。いやー、久々に来たから忘れておった。校内に組んだビルはいかんの。でもデザインはとても素敵ですよ。階層によってコンセプトが違うらしくて面白いですよね。地下は和風だそうです。ほう、君はこのビルで働いているのかね。
いえ、就活生です。今日は面接のために来ただけで。おじいさんは俺の言葉に目を丸くした。じゃあ、何か、ここに来たのは今日は初めてか。はい。では、なぜこのエレベーターの場所も建築様式のことも知っているのかね。調べただけです。どうにも癖なんです。受ける企業が入ってるビルのことまで調べてしまって。ということは、このビルの管理会社を受けているわけではないのか？はい。ますます驚いたようだった。そうか。私は深山というものだが、君、名前は？知らぬい、ケントと言います。ケント君、よかったらお茶でも飲んでいかんか。礼をしたいんだ。いや、そこまでのことでは。まあまあ。おじいさんは半ば強引に俺をエレベーターに乗せる。この後特に予定もない俺はその行為を無限にもできない。何階で降りたのか見ていなかったが、どこかの応接室に通され、柔らかいソファーに座らされる。急に連れてきて申し訳ないな。いえ。そうかしこまらんでいいよ。むしろ何度も来ているのに迷った私をふわらってやってくれ。さすがにそんな度胸はない。俺はどうすればいいのか、なんでここにいるのか、わけがわからないままだ。それで、君をここに呼んだ本当の理由だが。はい。うちで働かんか。え？最初はアルバイトからがいいかの、努力次第で徐々に昇進、ゆくゆくは。待ってください。俺より都合のいい展開を想像している深山さんを遮り、頭の整理をする。俺が？深山さんの元で？どうしてそうなるんだ？なぜ突然？深山さんは嬉しそうに話す。私はこのビルのデザインが好きなんだよ。さっきは文句を言ったが、思い入れもたくさんあるんだ。はい。そして、君はこのビルを建てた会社を志望しているわけでもないのに興味を持った。調べて意見を持った。それは癖で。いいんだよ、それで。いや、むしろ自然にそういうことができるものが欲しい。それに、あんなに親切にされたのも久しぶりでね。一瞬孫ができたようで嬉しかったんだ。大げさに聞こえるだろうが、それほど嬉しかったんだよ。孫。君の両親にはこちらから話をするからどうだ？考えてみてはくれんかね。両親には伝えなくて結構です。感動されているので。言ってからしまったと思った。感動されるような人間を誰が欲しいと思うのか。しかし、深山さんは違ったようだ。そうかそうか。ならば本当に私の孫として迎えてもいい。ああ、でもコネ採用だと言われかねんな。楽しそうに一人つぶやく深山さん。本当にいいのだろうか。俺なんかがこんなところで働くなんて、勉強もできないのに。でも、もし俺がまた夢を見られるのなら。まずはアルバイトからお願いします。その日から俺の人生は変わった。俺の所属先は会社の事業の一つであるインテリア部署。あのビルへ抱いた感性がきっかけで、世界中の様々なデザインに関する情報収集を任されることになった。これまで独自で行っていた方法ではもちろん追いつかず、たくさんの人に教えられながら、時には実際に目にし、他の先輩に習って設計の真似事をしてみたりと、忙しくも楽しいと思える日々を送った。高校で学んだようなマーケティングの授業を何倍も何倍も濃くした仕事にも携わった。有名な建築物や流行の住宅を調査しては、年代ごとの需要をまとめたりする。あの時楽しんでいたことをまさか仕事にできるなんて思ってもおらず、本当に楽しく取り組めた。仕事に熱中しすぎて時間を忘れ、契約上の時間を超えて残業してしまった日には部長に少し怒られたが、そこまで働きたいなら正社員になるかと言ってもらえた。そうして正式に会社の一員となり、その話はすぐ深山さんの耳にも入った。
玄斗くん聞いたよ。これからは社員だな。夕食を共にしながら三山さんから俺の話を聞かされた。君は情報収集のセンスも、みんなに喜んでもらう製品を作りたいという気概も人一倍あるらしいじゃないか。そんな、皆さんの指導のおかげです。この会社に入って分かったことがある。俺には勉強自体は向いていないが、情報を集め精査する力に長けているらしい。確かに昔から調べることは得意だったが、それは普通のことだと思っていた。だって俺はあの家で落ちこぼれだったんだ。そんな俺に秀でたものがあるとも思えないし、勉強ができなければ、そして親が決めた習い事への才能がなければダメなやつだったんだから。でも人には得意不得意があることはよくわかりました。そうだな、私は経営には自信があるが、地理は点でダメだ。ダメじゃないですよ、それも魅力ですし、迷っても僕がいます。三山さんは目を細めて俺に向かって手を伸ばした。その手のひらは俺の頭の上に置かれる。頼もしくなったな。撫でられているのだと気づいた時には涙が溢れていた。頑張って褒められる、たったこれだけのことを俺はどれだけ望んだことか。おやおや、泣かせてしまった。相変わらず微笑んだまま三山さんは俺を撫で続ける。そして俺が落ち着くと真剣な顔で言った。なあ、ケント君、提案なんだが。初めて訪れる料亭に俺は緊張していた。飲食を伴う会合に立ち会った経験はあるが、今回は俺が主体となり取引をする。これは俺が昇進するための試験のようなもの。試験に実際の取引を使っていいのか不安ではあるが、会社のおかげで熱意と自己肯定感が回復した俺は、それほどまでに信用されていることだと思うことにした。取引先から指定された個室に入ろうとすると、廊下の奥から賑やかな声が聞こえてくる。無意識に目を向けた俺は、自分の目を疑った。そこにいたのは、知らぬ池。俺の元家族たちだ。彼らも俺の姿を見て驚いている。なんであんたがここにいるの？最初に口を開いたのは元母親だった。俺があまりのことにうろたえているうちに言葉が投げかけられる。何そのスーツ？もしかして就職できたの？お前みたいな人間でも拾ってくれるところがあったのか。他人のような言い方は元父親。拾ってくれた会社に感謝しないとね。まあ、シュートに遠くを呼ばないところでしょうけど。元母親の言葉で、俺は三人の後ろに佇むシュートに目をやる。俺と同じく言葉を失っているらしい。ユーもシュートも知らぬ池にいるということは、俺と違って追い出されずに済んだのだろう。俺の二の舞にならなかったのは喜ばしいことだ。こんな立派なお寿司屋さんになんでいるのか聞いてるんだけど。ユウの言葉が俺を現実に引き戻す。あ、仕事で。俺の声は震えていた。せっかく取り戻した自尊心を再び傷つけられるかもしれないという恐怖が俺を支配する。仕事？何？ここでアルバイトでもしてるの？いや、取引を。何？聞こえない。ユウが俺を睨みつける。そして大きなため息をついた。はあ、あんたいつもそうだったよね。問い詰められるとすぐ何も言えなくなるの。情けないと思わないの？私は情けなかったよ。こんなのが兄貴だったなんて。悲鳴のようなユウの声。久々の会話がこんな内容だなんて、惨めにも程がある。それに比べて私たちは頑張った。私は東大まで卒業してお父さんの会社を手伝ってるし、シュートなんてもっと立派だよ。俺からの返事を諦めたのか、ユウはさらに俺を貶めようとした。お父さんの会社よりもすごくすごく大きな会社に内定したの。偉いでしょ？本当に頑張ったんだから。
私もシュートも出来損ないのあんたと違って。そうだな。そしていずれは知らぬい成果を継いでもらう。その素質が二人にはある。なんせ知らぬい家の子だからな。元父親も追撃してくる。俺だって努力はした。でも報われなかった。そう言い返したいけど無駄だと気づく。彼らにとって成果がなければ全て無駄なことなのだ。あんたとシュートは次元が違う。一緒にいちゃいけないの。わかる？シュートもなんか言ってやりなよ。なんでもっと頑張らなかったんだよ。ほら、シュートも腹が立ってるってさ。どうしてここまで言われなくてはいけないんだ。だが、確かにそうだった。実家にいた頃の俺はいつも家族の顔色ばかり伺っていた。きっとそんなところも俺がダメなやつだと思われた原因の一つなのだと今では思う。結局俺も家族からよく見られたいだけの人間だった。周囲の目を気にするという点では俺も両親たちと何も変わらない。帰りたい、逃げたい。でもダメだ。心のどこかで今の俺だったら家族に戻れるんじゃないかと思っていた。そんな都合のいい話なんてなかった。彼らはもう家族ではないんだ。いつまでも立ち止まっていられない。言われっぱなしではいけない。深山さんの提案のためにも俺はここで立ち向かわなくては。だったらもう俺に構わないで。冷静に他人行儀な声を出す。俺が反抗したからか知らぬ池は少し驚いた様子だ。何なのよその言い方。育ててもらった恩を忘れたの。落ちこぼれのくせに態度だけは十分だな。そんなことでこの先やっていけるのか。これ以上ことを荒げるとよくない。この料亭は会社で世話になっていると聞くし、取引先もきっと近くにいる。方々に迷惑をかけないためにもこの場を落ち着けなければいけない。俺は優に向かって尋ねた。さっき俺とシュートは一緒にいてはいけないって言ったよな。ええ、当然よ。だったら俺の居場所にシュートは来られないことになる。ご心配なく、あんたのいるところにシュートは興味なんてないから。そうか。じゃあシュートの内定は取り消しだ。一瞬何を言われたのかわからなかったのだろう。ポカンとした元家族たちに俺は現実を突きつける。シュートの内定先は深山グループだろう。え？ええ、なんで知ってるの？俺が採用担当だからだ。俺は今現場で働きつつ人事部にも顔を出している。人手が足りないわけではないが、ケント君みたいな目を持った社員が欲しいとたびたび言ってくれる深山さんと経営陣の要望を叶えるために自ら名乗り出たのだ。だから内定者にシュートがいることは知っていた。深山グループはすでに俺がいる会社だ。俺のいる場所に来たくないのなら来なければいい。そんな嘘よ。元母親の顔が青ざめる。あんたみたいな落ちこぼれが深山グループに入れるわけないじゃない。名刺を見れば信じるか。元父親に自分の名刺を手渡す。目を通した彼は信じられないと言わんばかりに読み上げた。社長補佐だと。そう、俺はとんでもない地位まで手にしてしまっていた。実質次期社長候補だ。自分でも信じられないが、名刺をすられているからには間違いではないのだろう。たった数年で異例の大出世。俺にふさわしくないんじゃないかとは思うが、会社の人間は誰も反対しない。いわく俺と社長は感性や思考が似ているんだとか。今の風土を保ちつつさらにステップアップさせる力を見込まれてのことらしい。そこまで言われてしまったらやる気を出さないわけにはいかない。もちろん今すぐにというわけではない。社長のそばで人事も経験しつつ現場にも気を配る。それらが完璧にこなせるまではまだ見習いだ。だけど権限は十分に持っている。お前はそんなに頑張っていたんだな。父さん知らなかったよ。
俺の名刺を懐にしまった元父親は突然態度を和らげた。てっきり勉強は苦手だと思っていたが、こんなに成長していたとはな。そうね、さすがは知らぬ家の子だわ。あっけに取られるほどの手のひら返しに俺の方が引きつる。俺はもうダメだった時の子供じゃないと言い返して早く彼らに去ってほしかっただけだ。なのにまさか俺を今さら自分の家族扱いするなんて。シュートと同じ、いやシュート以上の功績じゃないか。潔く認めてもらえた。頑張ったなと喜んでもらえた。なのに全く嬉しくない。彼らは俺ではなく俺の立場しか見ていない。おまけに先ほどまで引き合いに出していたシュートを蔑むような言い方にどうしようもない悲しみを覚えた。なあ、さっき言ったシュートの内定の件だけど冗談だよな。父親はすがるような目で俺に訴える。そうよ、ケントがそんなことするはずないじゃない。ああ、家族だもんな。そうだ、今のケントなら家の会社の跡取りにもいいんじゃない。シュートが副社長で知らぬ池の未来は安泰よ。あまりにも身勝手な言葉に手が怒りで震える。握りしめた手のひらに爪が食い込む。いよいよ我慢の限界を迎えかけたその時、近くの個室の扉が開く。とっさに店に迷惑をかけてしまったと思い血の気が引いた。俺自身は喧嘩を売られた立場とはいえ買ってしまえば同罪。どうやって謝罪しようか。こんなことじゃ深山さんの期待に応えるどころではない。反省してももう遅い。とにかく謝らなければとその個室に向かったが、中から姿を見せた人物を見て足が止まった。深山さん？やあ、ケント君。どうしてこんなところに？今日は君の晴れ舞台だからね。こっそり見学しようとしていたんだが、ちょうどいい機会だ。深山さんは俺を通り越した先にいる白縫池に視線を送る。そちらさん、こちらにいらっしゃいませんかね。腰を落ち着けて話しましょう。誰よあなたは。突然現れたおじいさんに戸惑うのも無理はない。しかし俺が部屋に入ったのを見て仕方なくついてきた。さて、せっかくの機会だからあなた方に伝えておきたいことがある。席に座った途端、会話の主導権が深山さんに移った。優しく子供に言い聞かせるようにゆっくりと空気感を穏やかなものに変えていく。あなた方は先ほどケント君のことを家族と言った。血のつながりはあるからな。しかし10年前にケント君を追い出したのだろう。どうしてそれを。ああ失礼、私は今のケント君の家族の深山誠一と申します。過去のことは聞いておるよ。家族ですって。元母親がわけがわからないと言いたげに机を叩く。ケントの家族は私たちよ。追い出しただろう。それはその子が未熟だったからよ。修行が必要だったの。支援もせずにか。したわよ、何百万もかけてね。だけど何にも成果を残さなかった。だからこの子にはお金をかける必要がないと判断したまでよ。実際一人でここまでやってこれたんでしょ。俺の努力を知りもしない元母親は勝手なことを言う。そんな中でも深山さんは変わらず穏やかだ。無駄なことなんてこれっぽっちもありません。例えば、あなたはケント君に絵画を習わせたでしょう。ええ、その時養われた審美眼は今彼の仕事にとても役立っている。やはり幼い頃に何でも吸収させることはいい。確かに絵を描くことは苦手かもしれないが、それが全てではないということを
今のケント君はよく知っている。なんですって。彼の才能に気づいてやれなかったあなたはかわいそうだが、私は感謝しているよ。彼に投資をしてくれてありがとう。投資に皮肉を込め、少しだけ深山さんは意地悪く笑った。元母親は何も言い返せない。さて、そんなケント君を私は今とても可愛がっている。本当の孫のようにね。私には家族はいなかった。それでもいいと思っていたんだよ。仕事一筋で子孫を設けなくても会社が残ってくれればいい。そんな風にね。だが、と続け俺の方を見て深山さんは笑う。ケント君と出会い、子供の成長を間近で見られる幸せを知った。無償の愛情がどれほど幸福感を与えてくれるかを知った。70年以上生きてきて、まだまだ知らないことがあるなんて驚かされたよ。俺も言葉が出なかった。深山さんが俺を本当に可愛がってくれていることは分かっていたが、そこまで思ってくれていたなんて。血のつながりなど関係ない。共に支え合い、愛情を分け与え、生きていく相手こそが本当の家族だと分かったんだよ。もう私はケント君のことを家族だとしか思えない。だから近々養子縁組をして深山家に迎え入れようと思っている。一応元家族のあなた方には伝えておこうと思ってね。こんなおじいさんと？しばらくの沈黙の後、鼻で笑ったのは優だった。知らぬ家から追い出されたからって、こんなおじいさんにすがるなんて、つくづく情けない。いいんじゃない？勝手にさせれば。優の言葉に一瞬戸惑いを見せたが、もう引っ込みがつかなくなったのか、元父親もうなずいた。そう、だな。こんな親不孝者、どこぞのじいさんにくれてやる。待って、あなた、シュートの件は。こんな状態でも息子の内定のことか、と頭が痛くなる。ただの子煩悩なら呆れる程度だが、世間体だの、見栄だのが目的なのだから見苦しい。彼も私のようなじいさんの会社に勤めるのは嫌でしょうよ。深山さんの返しに、いよいよ元両親も口を紡ぐ。私の会社って、まさか。先ほども申しましたが、私は深山と申すものでね。ようやく深山さんの正体を知った両親は顔を青くした。深山さんは俺が勤め、シュートの内定先である深山グループの社長だ。俺が深山さんと出会ったビルは、深山グループが管理している建物のうちの一つで、深山さんがデザイナーと一から設計したものだったらしい。深山さんと俺の感性が近いことも、俺が気に入られた要因の一端を担っていたというわけだ。深山グループがなければ、今の日本はないと言ってもいいほどに、時代を牽引してきた由緒ある会社。元両親がシュートの内定を自慢していた気持ちもよくわかる。そんな会社の社長に、一人の人間として、社会人として、あまりにも無礼な態度を彼らは取りすぎた。私やケント君はご子息にふさわしくないのだろう？それと、深山さんは元父親に視線を向ける。その眼差しは恐ろしいほど静かだ。私と私の家族を侮辱する会社とは、もう取引も継続できませんな。待ってください。その説はお詫びを。今さら何を言っても遅いわ。深山グループに入ってから知ったことだが、知らぬい成果は深山グループにかなりの支援をしてもらっていたらしい。縁を切られたとあれば存続は危ういだろう。そして会社を我が物として扱っていた父親の会社は、ここ数年で人手が不足し、業績も落ちているらしい。成果ばかりを追い求め、人を大切にしなかった彼の性格によるツケが回ってきたそうだ。
そんな中での取引中止。いや、もう俺にとっては所詮人事か。会社と家族は別問題でしょう。資本を挟むというのですか。まだ諦めない元父親の食い下がりっぷりは見上げたものだが、同時に哀れでもある。何を言うか。三山さんが叱責した。会社は家族も当然。大事な我が子たちを、あんたのような人をいい加減に扱う者に関わらせられん。これ以上話すつもりはないらしい。三山さんは俺を連れて部屋を出た。去り際に知らぬ息を振り返ると、呆然としている両親とは違い、優と周とはどこかほっとしたような表情をしていたように見えた。その後、知らぬ池の乱入によって心は傷ついたものの、度胸も携えた俺はうまく取引を成立させ、試験は合格。正式に次期社長候補として三山さんの下で働く日々となった。シュートはやはり内定が取り消され、知らぬ製菓と三山グループの取引も金輪際中止。知らぬ製菓の株価は一気に下落し、わずかに残ってくれていた社員たちにも見かねられて、退社が相次ぐ事態となり、存続が難しく、自然な流れで倒産した。その過程で知らぬ池の貯蓄は切り崩され、借金を抱えることとなり、現在は日雇いのアルバイトなどで生計を立てているらしい。ここまで詳細な事情を教えてくれたのは、意外にもシュートだった。後日、俺の元に届いた手紙に、近況と誰にも言えなかった彼の胸の内が綴られていたのだ。ずっと両親に縛られずに自由に生きたかったこと。居場所がなくなっていく俺の姿を見て、死に物狂いで結果を残さなければいけないと恐怖に耐え続けた学生時代。兄であった俺が優秀であれば、自分はこんな目に遭わなかったという恨みの言葉。そしてそんな八つ当たりをするほどに自分の心が狭くなっていたことへの悲しみ。ユウも似たような気持ちだったらしい。俺たちと違って物事をはっきりと言えるユウはいつも両親の機嫌を伺い、弱気になっていた俺を反面教師として誇り高くあろうと振る舞っていたそうだ。そして彼女もまた両親からの重圧に耐えかねていたものの、居場所を失うことが怖くて必死で耐えていた。そして追い出された俺を逃げたと思い、羨ましくも感じていた。また両親が親戚から見捨てられたとも書いてあった。時折ケントはとだけ口にして、それ以上は言わないことがあるらしい。俺と似た立場になって何か思うことでもあるのだろうか。そしてユウもシュートもそんな両親からの圧力から解放され、貧しいながらもようやく自由な人生を手に入れたと感じていること。そんな内容が便箋いっぱいに丁寧な字で書かれていた。家族ではなくなって初めて弟たちの本音が知れたなんて、なんと虚しいことだろうか。俺も一度家族を失ったからこそ家族の意味を知った。よし、これで正式に私たちは家族だな。養子縁組の手続きを完成させ、喜ぶ三山さん。いや、もう俺も三山だ。だからこれからは誠一さんと呼ぶことになる。おじいちゃんと呼んでほしいらしいが、さすがにすぐには変えられない。誠一さんは俺がまだ元の家族に未練があることに気づいていた。だから元の家族に見切りをつけたら正式に孫になってほしいと提案してくれていた。俺を理解し、一人の人間としても社員としても尊重してくれる誠一さんに、血でつながっているだけが家族ではないと教わった。はい、改めてよろしくお願いします。俺も人と会社を大切にできる誠一さんのような人になろう。これが俺の人生における目標になった。ふん、俺らのおかげで生活できてんの分かってんのか？俺らの会社が契約を打ち切ったら、こんな弱小工場なんて潰れるだろうが。お前らは俺の言う通りやってりゃいいんだよ。駒がいちいち口出しすんな。取引先の社員は工場のネジを安くしろと言う。
でもうちのネジは値段に見合ったものだと自負している。むやみに値段を下げるなんてできるもんか。いくら安くしろと言われてもそれはできません。俺がそう言うと担当者は立ち上がり、熱々のコーヒーをぶっかけてきた。バシャッ、うわっ、思わず俺は叫んでしまった。だいぶ大きな声だったと思う。熱いと感じた時にはすでに皮膚は真っ赤になって痛々しい見た目になっていた。下請けのさらに下請けみたいな弱小工場のお前が何ほざいてるんだよ。ほら、契約を打ち切られたくなかったらこのカスみたいな商品半額にしろよな。その言葉を聞いて俺はスーッと血の気が引いた。それが御社の対応ですか。そしてこの後担当者は奈落の底に落ちることになる。俺は村上明人、もういい年の35歳だ。そんないい年した俺が働いている場所は町工場だ。親父、今日の取引先と話すけど何か言うことあるか。いつも通りで頼む。お、分かった。あと、親父じゃないだろ。あ、俺の目の前にいる男性は俺に渋い顔をした。俺は慌てて言い直す。すみません、社長。俺の親父、町工場の社長は俺の言い直しを聞くと満足したように作業場へと戻っていった。そう、俺が働いているこの町工場は俺の実家だ。俺の実家の町工場ではネジを作っている。椅子や机についているネジ、機械部品についているネジ、そして精密機器についている小さなネジだ。小さな町工場だが、それなりに大きな仕事ももらえていた。だが、相変わらず取引先との話は俺任せなんだよな。親父は根っからの職人肌だ。技術は確かな腕なのだが、プライドが高い。そんな頑固な性格をしているために、交渉事はとんでもなく苦手だった。そのせいか、取引先との交渉や会議は俺がやることになる。親父が出ると喧嘩腰になっちまうからな。俺はため息をつきながら今日の取引先に会うため支度をする。今日会いに行くのは大切な取引先だ。取引先は主に機械関係の会社なのだが、その中でも一番の大口の貿易会社に向かう。町工場とは大違いなとんでもなく高いビル。広い入り口でドキドキしながら俺は入っていった。何度もここには足を運んでいるのだが、やっぱり緊張する。仕事の交渉には未だ慣れなかった。それでも着慣れつつある黒いスーツを着た俺はしっかりとシワを伸ばして会社へと足を踏み入れる。少し足が震えながらも俺は受付のお姉さんに声をかけた。目的の担当者さんはこの会社で一人しかいない名字だと分かっている。すみません、村上工場の村上です。担当者の近藤様はいらっしゃいますか。あ、お待ちしておりました村上様。本日なのですが。受付のお姉さんが申し訳なさそうに俺を見た。あれ、もしかして会議って今日じゃない。不安になりながら首をかしげる。だが俺の予想とは違う反応が返ってくる。本日は、実は担当者の近藤が出張しておりまして、本日のみ代わりのものなんです。ご連絡が行っておりませんでしたでしょうか。ああ、そうなんですね。連絡は来てなかったです。申し訳ございません、こちらの確認不足で。いえいえ、とんでもないです。大丈夫ですよ。本当に申し訳ありません。すぐに本日の担当者を呼んでまいります。あちらでお待ちください。受付のお姉さんは深々と頭を下げて近くのソファーを案内してくれる。俺はふうとため息をつきながらソファーに座った。一体どんな人が来るんだろう。もともとの担当者である近藤さんは気さくな人だった。俺の下手くそな説明を一生懸命に聞いてくれて、一緒に考えてくれるような人だ。ここの会社、受付のお姉さんもだけど、みんないい人なんだよな。きっと次の担当者さんもいい人なんだろうな。
よし、頑張るぞ。俺は気合を込めた拳を作る。緊張しながらも新しい担当者に俺は期待を胸に待機していた。すると奥から一人の男性が受付に来る。その男性は受付のお姉さんと少し話すと俺の方を向いた。その男性の顔を見て俺の胸は無意識にもやっとした。あれ？なんでもやっとするんだ。男性が近づいてくる。ちょっぴり気味の悪い笑顔だった。そしてその顔が近づくたびに俺の頭は警報を鳴らした。頭の中の記憶を引っ張り出してくる。思い出したくなかった顔だ。やっぱり村上ってお前かよ。え、もしかしてナオ？俺は思わず思っていたことをポロッと言葉に出してしまう。目の前の男性、秋山ナオ、なんとこいつは俺の同級生だ。まさかここで会うとは思わなかったな。弱小工場の息子に。ナオの言葉に俺はイラッとする。俺こそお前に会うなんて思わなかったよ。東京に行ってたんじゃなかったのか。少し強めに言い返してしまった。だがそんな俺の言葉なんてまるで空気のようにナオは気にせずに俺の上から下までを舐め回すように見る。はぁ、なんだよ。不快な視線だった。まるで寝踏みされているようだった。そんな態度が隠されることなく露骨に出ているのだ。いや、お前本当にスーツに合わないな。小さい工場は工場らしく汚いつなぎでも着ればいいのに。は？おっと、いいのか？担当者の俺に逆らって大丈夫なのか？担当者？お前が？お前じゃないだろ、秋山様だろ。ほらほら、会議室こっちだ。俺が案内してやるよ。貧乏人にはこんな大きなビルなんてなかなか入れないだろ。いや、取引先だから何度も来てて会議室ぐらいは知ってるが。おいおい、全然来たことないくせに記憶してんのかよ。そこら辺のもの盗まないでくれよ、貧乏人。盗むわけないだろ。俺は腹が立ってつい大声を上げてしまう。だがフロアに響いて受付のお姉さんが俺のことを心配そうに見ているのが視界に入った。途端に恥ずかしくなって口を閉じる。大声出すなよ、恥ずかしい。お前が変なこと言うからだろ。俺は顔を真っ赤にしながらナオについていった。受付のお姉さんには軽く頭を下げておく。なんでこいつが。はぁ、ついてない。俺はナオの背中を見てため息をつく。さっきとは違う意味のため息。心底嫌だなぁと思った。秋山ナオはさっきも言った通り、学生時代の俺の同級生だ。東大卒なので地頭はいい。だが、いかんせん性格は悪いと思う。自分のことを周りに自慢するだけならまだいいのだが、周囲の人を貶めるような発言を平気でしてくる。俺もそのうちの一人だった。小さい頃から俺の地域では俺の町工場は有名だった。家族で経営していて、なかなか見ない小さなネジの工場だったからだ。田舎は地域同士のつながりが強いため、昔からある俺の実家は地域の人なら誰しもが知っている町工場だったのだ。そして町工場をナオは昔からバカにしていた。いやーい、貧乏人。貧乏人はいつも汚いつなぎを着て汚い汗を流してるんだ。きったね。油の匂いがひどいからこっち来んな。傷つくことを平気で言ってくるナオ。当時は子供だったし仕方ないかなと今では思う。俺の親父は実際に仕事ばかりの人だった。仕事ばかりしていてあまり人と顔を合わせないもんだから、いろいろと誤解だって生まれた。珍しく外に出たかと思えば、ボロボロで油まみれのつなぎを着ている姿を地域の人は何度も見ている。大人になった今、俺の親父ももっと服装に気をつけていればなんて思うことがある。だが目の前にいるナオはそんな子供時代のナオとあまり変わっていないようだった。
本当によく工場なんかで働けるよな。汚ねえし、くせえし。ああ、貧乏人は仕事選べないもんな。しょうがねえよな。俺はもう大声を出したりしまいとぐっとこらえる。まさか大人になっても再びナオに馬鹿にされるなんて。そう我慢しているうちに俺とナオは会議室に到着した。大きな部屋で俺とナオが向かい合う。ナオは、まあ一応と言いながら会議室にあるコーヒーマシンを使ってコーヒーを二人分入れる。貧乏人にはかわいそうだから、うまいコーヒーぐらいは俺が入れてやるよ。ナオは俺の目の前に紙コップに入った熱々のコーヒーを置いた。軽く会釈をして礼を言う。ありがとう。貧乏人なんてコーヒーなかなか飲めないもんな。我慢我慢、そう言い聞かせた。コーヒーを見れば険しい俺の顔が映っている。ダメだダメだ、切り替えていこう。仕事できたんだから。俺はふうと気持ちを切り替えるために息を吐いた。そして持っていた資料をナオに見せる。今日は近藤さんにも聞いていると思いますが、こっちとこっちの。俺は丁寧に書類を並べていく。一応仕事なのだ、敬語で行かなければいけないよな。そう思って話し方も変えた。だが資料を一別してナオは椅子に寄りかかる。ついでに伸びをして首を鳴らして、全く俺の話を聞いている様子がない。ナオの顔を覗き込んだ。話聞いてます？ああ、そういうのいいから。は？俺の言葉をナオは遮った。遮ったというか、話をぶった切ったの方が正しいだろう。会話をする気もないのか、この男。は、え？今日はこの話をしに来たって近藤さんに。あいつとの話はあいつとやれよ。俺は別の話をするためにお前に会ってんだから。いや、何言ってんだ？近藤さんからもしかして引き継ぎしてないのか？今日はこれとこれの話をするために俺はここに来てて。はーん。でも俺には関係ないから。は。同じような返事をついつい返してしまう。頭の中は疑問でいっぱいだった。そう、今日の話し合いで俺はネジの安全性や今後どうアピールしていくかなどについて話し合う予定だったのだ。それは担当者の近藤さんと次回詰めていきましょうと約束した内容だ。むしろそれ以外に一体何を話し合うんだ？もうほとんど決定してるから、あとはこれらだけ。決定してないことあるだろ。え、だから今それを。それじゃないって。バン。ナオはイライラしながら机を叩く。俺は驚いて固まってしまった。そんな俺の態度にナオは気を良くしたのか、はっと俺を鼻で笑う。お前わかんねえの？このネジ高すぎんだよ。高い？ネジの相場もお前調べてねえの？お前んとこのは相場の倍の値段だぜ。それは。貧乏人は計算もできねえのか？いや、貧乏人だから金稼ぐのに必死なのか。近藤さんと何度も話し合った値段だし、このネジにはこの値段がちょうどよくて。いやいや、何言ってんの？俺の話聞いてた？相場と違いすぎって言ってんの。もっと安くしろよ。だからそれはできないって。近藤さんと何度もしっかり話し合ったことだから、今変えることはできない。俺と話し合って安くしたって言えばいいだろ。安くしろよ。そうだな。ナオは胸ポケットからボールペンを取り出すと、俺が持ってきた資料にさささっと金額を書く。ま、これぐらいが妥当だろ。今の金額の半分以下じゃないか。だからネジの相場はそれぐらいなんだよ。このネジは俺と親父が一生懸命。はいはい、そういうのいいから。親子の熱い感動物語ですね。でも現実はそんな甘くないんだよ。さっさと安くしろって。ナオはしつこく安くしろ安くしろと連呼する。この商品は。ネジに関しての話もしようとするが、ナオは俺の話なんて聞く必要ないと身振り手振りで伝えてきた。だるそうにナオが俺を睨む。だが俺も負けじとナオを睨んだ。
もう一回言うが、これ高すぎるんだけど、安くしろって。いや、しない。この値段で行く。俺ははっきりとナオに伝えた。その言葉を聞いた途端、ナオがにやりと笑う。嫌な予感が、と思ったその瞬間、バシャッ。うわ、あっつ。俺は急いで腕を押さえた。ポタポタと床には茶色い液体が机からこぼれ落ちる。かなり大きな声が出てしまったと思う。思わず俺は叫んでしまった。ナオが自分の手元にあった熱々のコーヒーを俺にぶっかけたのだ。反射的に体が動いて顔にはかからなかったが、腕はじんじんと痛み出した。スーツの袖の間から熱々のコーヒーが皮膚に届いてしまったようだ。皮膚は真っ赤になって痛々しい見た目になっている。普通ここまでするか？俺はナオを睨んだ。だが悪びれた様子もなく、ただただ笑って俺を見ていた。こぼれたコーヒーを拭く様子もなく、俺の腕を心配する様子もなく、むしろしてやったぜと子供が達成感を味わった時のような顔だった。は、俺らのおかげで生活できてんのが分かってんのか？俺らの会社が契約を打ち切ったら、こんな弱小工場なんて潰れちまうもんな。お前らは俺の言う通りやってりゃいいんだよ。コマがいちいち口出しすんな。漫画みたいな高笑いが聞こえる。吐き気がするくらい嫌な笑いだった。だが俺は負けじと声の主を睨んでやった。いくら安くしろと言われてもそれはできない。はあ？いいの？契約も打ち切っちゃうけど、会社潰れてもいいんですか？それより熱いコーヒーを取引相手にぶっかける方がやばいだろ。下請けのさらに下請けみたいな弱小工場にでかい会社がヘコヘコするわけないだろ。常識的に考えろって。むしろ安くしてもいいので、このカスみたいな商品を売ってくださいって頼みに来いよ。は？カス？俺はナオの言葉を頭の中で繰り返した。俺と親父で作り上げた会社のネジを、カス？スーッと血の気が引いていく。怒りと冷静さが入り混じって、俺はゆっくりと立ち上がる。そうですか。それが御社の対応ですか。俺は嘲笑うナオをもう見なかった。顔なんて見たくなかった。それ以上は何も言わずに会議室を出る。腕をかばっていたが、痛みなんて忘れてしまうほどのナオの言葉に俺は冷静になった。あんなに腹が立っていたけど、それを通り越すと冷静になって言葉が何も出てこない。もうこいつには何を言ってもダメだ。こいつに時間を割く必要はないって。俺は会社を出る。去り際に受付のお姉さんが俺に話しかけようとしていたが、見てないふりをしてそのまま出た。家に帰って俺は怒りが改めて込み上げてくる。その日にあったことを全て親父とお袋に伝えた。そうか。親父は俺の話だけ聞くと作業場へと行ってしまう。何も言わない親父を見て俺はもっと悔しくなった。何か言い返してほしかった。俺はあんな会社との取引をやめてやるって言ってほしかったのかもしれない。お袋は首をかしげながらうなっていた。近藤さんはあんなに一生懸命に対応してくれたのにね。代わりの人だって言ってそんな人よこすかね。元々の担当者近藤さんは俺たちのネジに対して真剣に話をしてくれていた。逃したくないとまで言ってくれていたのに、俺もお袋と話して確かに変だと思った。だがこっちで考えていても解決するわけでもなく、あの会社と一切連絡をしないまま数日が経過した。数日後、はい、今行きます。工場の入り口のチャイムが鳴った。作業場には親父、昼休みのためにご飯を作りに行ったお袋、対応できるのは俺だけだったので、俺は急いで工場の入り口に向かう。はい、あれ、近藤さん？こんにちは、秋人さん。ドアを開けて一番最初に見たのは近藤さんだった。そしてその横には、お世話になっております。
社長さん？二度見してしまった。あの貿易会社の社長、山岡さんが目の前にいたのだ。そして全く気づけなかったのだが、社長の横には小さく縮こまるようにして立っている奈緒が。一体どのような。ああ、まずはどうぞこちらへ。用事を聞く前に急いで俺は奥に3人を通した。お客様が来た時用の来客室に通してからお茶を用意して3人に出す。もしかしてあれの件かな。やっぱり契約打ち切りなのかな。すまん親父。俺の手から手汗がにじむ。3人の目の前に恐る恐る座った。あの、本日は。すると信じられないことに社長と近藤さんが俺に向かって頭を下げたのだ。申し訳ありませんでした。申し訳ありません。社長と近藤さんが同時に謝罪の言葉を述べる。え？先日の件、うちの秋山が対応したことについて受付の社員から聞きました。本当に申し訳ありませんでした。いえ、私も怒鳴ってしまって申し訳なく。いやいや、お怒りはごもっともです。俺も一緒に頭を下げる。そして近藤さんがいろいろと話を始めてくれる。実は私が出張している間は本来はご連絡をさせていただいて話し合いを延長させていただく予定でした。ただその連絡内容をどうやら勝手に変えた者がおりまして。近藤が横にいる奈緒を睨む。この秋山が私が出張中に勝手に取引先に新しい担当者だと言いふらしていたようで、村上様のところでも担当者は私のままのはずなのに、なぜか臨時の新しい担当者だと嘘をついてしまったようです。え、どうしてまた。その、ただいまこちらの会社では経費削減を一つの目標として掲げていまして、それを一番最初に達成してやると意気込んでいたようで。近藤さんが頭を下げながら低姿勢で俺に話をしてくれる。とても丁寧に長く説明してくれたのだが、まとめるとこうだ。どうやら奈緒は近藤さんをライバル視していたらしい。そんな中、会社で経費削減の目標を掲げていて、奈緒はこれに目をつけた。近藤さんが担当しているものすべてを俺がうまく交渉して安くできれば、経費削減の目標を達成できるし仕事を奪える。安直な考えだ。そして奈緒はそれを実行して、近藤さんの担当している取引先のすべてに勝手に連絡をしたらしい。何も聞かされていない経費削減、決定していたことの突然の変更、そして話し合い時の態度。それを見かねた取引先はどこも提案を断った。中には奈緒を見て契約を打ち切られている会社も。契約の打ち切りに関しての連絡が来て、近藤さんはやっと事態を把握したようだ。ということでして、ただいま謝罪をして回っているところです。それは大変なことで。俺の言葉が詰まる。ここまで大手の企業だと取引先は数が多いだろうに、わざわざ俺たちの会社のところにまで社長と一緒に謝罪をしに来てくれたようだった。改めて本当に申し訳ございませんでした。おい、ほら、お前も謝れ。社長と近藤さんが小さくなっている奈緒を突っつく。だが小さくなっている奈緒は反省している様子も悪びれる様子も全くなかった。謝罪の言葉も言わず、頭を下げることもせず、ただ口を尖らせているだけだった。おい、お前がご迷惑をおかけしたんだろうが、しっかり謝りなさい。いや、おかしいですよ社長。だってここの商品は明らかに高すぎて、ここの交渉だって悪いじゃないですか。ふざけるな。ただのネジ工場だなんて思っていたら大間違いだぞ。近藤さんがグダグダという奈緒を一喝する。奈緒はビシッと背筋がまっすぐになったように見えた。それでも奈緒はしどろもどろで言い訳を始める。いや、だってネジの相場は、ここは貴重なネジを作ってくれている工場だって何度も説明しただろう。
手地に貴重も何も。はぁ。近藤さんと社長が盛大なため息をついた。なおはまだ理解できていなかった。俺は致し方なく立ち上がる。そして作っているネジ一つを持ってきた。なんだよ。ここで作ってるネジだよ。はぁ、やっぱり普通のネジじゃんか。なおの言葉に社長も近藤さんも顔が真っ青になる。バカか、このネジを知らないなんて君はこの業界に一体何年いるんだで。俺はネジを持ち上げてよくなおに見せてみた。このネジは新幹線とか精密機器とか命が関わる大切な場所に使われているネジだよ。は？こんな弱小工場で作ってるネジが？少し形が普通のネジとは違う形。俺がこだわりにこだわり抜いたネジだ。そう、この工場で作っているのはこの工場でしか作れないネジ。それも命に関わるような部品だ。中学生の頃、俺は親父の背中を見て育った。なおの言った通り、俺の実家はそこまで金持ちじゃない。ものすごく貧乏とまではいかなかったが、まあそれでも少し生活はカツカツだった。だが親父の貴重な技術を求めている人たちがいて、親父もそれに応えようと努力しているすごい人だってことは子供の頃の俺でも分かった。仕事ばかりの親父を見て、俺はだんだん親父を支えたいと思うようになる。親父の見よう見まねでいろいろアイディアを出していき、自分でもいろいろ作れるようになった。あまり笑わない頑固な性格の親父だったが、新しいものを受け入れる素直さはある親父。新しく作ったネジを親父はいつも笑顔で喜んでくれた。仕事で忙しく、いつも真面目な顔をしている親父が喜ぶ姿が嬉しくて、俺はネジ作りに没頭するようになる。きっと親父譲りの集中力と腕なんだろう。俺は今、唯一無二のネジをこの小さな工場で作り上げたのだ。俺はこの仕事に誇りを持ってる。しょうがないとか、この辺が妥当でしょうなんてやり方で値段を決めていいようなものは作ってないつもりだ。小さくたって田舎だって、俺と俺の家族が作るネジは世界一だと思ってる。それを簡単に安くしろなんて言われて安くするほど俺はバカじゃない。まっすぐにナオを見た。もうナオに言われっぱなしの俺じゃない。俺は自分の仕事に、自分自身に誇りを持っている。お前はどうだ？人の仕事を横取りして誇りはないのかよ。え？なおが言葉に詰まる。部屋全体が静かになった。お互いの呼吸音と作業場で作業をしているであろう親父の何かを打つ音がカンカンと響く。静かな空気になおはいたたまれなくなったのであろう。俺にゆっくりと頭を下げてきた。申し訳ありませんでした。声は小さかったが、なおは確かに俺に謝罪をした。俺はうなずいてそれを許した。あれからまた数日後、俺と他に迷惑をかけた場所すべてに謝罪をしに行ったなお。あれから社長からは左遷を言い渡され、いわゆる窓際部署と呼ばれるところで当分の間は働いていたらしい。だがどこで情報が漏れたのかはわからないが、調子に乗って取引先にコーヒーをぶちまけるヤバい人と噂をされて、なおは会社に居づらくなり退職。今は別の小さい会社でおとなしくしているようだ。俺の実家の町工場には手が空いた親父とおふくろが改めて社長と近藤さんに謝罪をされ、親父はそれを受け入れた。そしてあの会社とは取引を無事に続けている。あの事件があってから近藤さんは定期連絡を行うようにしてくれた。同じ間違いが起こらないように会社内外の連絡は徹底するようだ。これで同じようなことは起こらないだろう。そして俺は親父の横でまた作業をしている生活に戻った。真剣な表情をする親父を見ながら、自分も同じ顔で作業をする毎日。自分の口で誇りを持っていると言って自覚が出たのか、一層仕事に励むようになった。
それを見てお袋は笑う。親子ね、同じ顔で作業しちゃって。そんなお袋を見て俺も笑う。あ、親父も笑った。うるせえ、手を動かせ。はい、社長。俺は急いで手元にあるネジを虫眼鏡で覗き込んだ。細かい部分の調整をするためだ。今手元にあるのは開発中のネジ。今度も親父が喜んでくれるすごいネジができたらいいな。親子3人で今以上に幸せに生きていきたい。49円だな。香典だよ。ほら拾え、貧乏人。じゃらじゃらと音を立てて数枚の小銭が俺の前に転がる。香典？これが？バカにするのにも程があるだろう。今日は工務店を赤字ながらもなんとか経営していた父の葬儀の日。突然やってきて突拍子もないことを言い出したのは、生前に父が融資を頼みに行った銀行の銀行員須永だ。俺は暇じゃねえ。感動銀行の行員様がわざわざここまで出向いてやったんだ。この香典でこれで話をつけてやろうって言ってんだよ。融資してほしいだろ。だったらこの場で俺に土下座しろ。お前の親父みたいにな。亡き父を侮辱してこんな態度。俺は拳を固く握りしめ、須永の目の前に歩み寄り、まっすぐに目を見据えていった。そんな態度していいんですか？後悔しても知りませんよ。はっ、後悔なんかするはずがないだろう。貧乏人相手に何を後悔することがあろうか。そうですか。それがあなたの答えなんですね。わかりました。銀行員の浅はかな一言で事態は取り返しのつかないこととなる。俺の名前は丸山雄大。ゲーム好きの27歳、会社員だ。俺の実家は祖父が始めた工務店で、現在は父が2代目を務めている。順当に行けば一人息子の俺が3代目として後を継ぐ流れなのだが、物心ついた頃からゲームが大好きな俺、外で遊ばず家の中でパソコンと向き合ってばかりいたので体力に自信がない。それに友達も作らず一人でゲームをしていたので性格もかなり内気な方だ。そんな人間だからどことなく自分は大工は向いてないと思い込んでいた。だから実家を継ぐつもりもさらさらなかった。そんな俺を知ってか知らずか、父も後を継ぐことを無理強いすることはなかった。まあもともと寡黙な父なので、そもそもコミュニケーション自体をあまり取っていなかったのだが、結局俺は大学卒業後 IT 会社に就職した。この短い人生の中で一番向き合ってきた、一番使い慣れてきたパソコンを使う仕事、大好きなパソコンを使う仕事はまさしく俺に合っていた。毎日仕事が楽しくてこんなに順調でいいのかと思うほど充実した生活を送っていた。そんなある日、今日は仕事が休みなので自宅でパソコンと向き合いゲームに没頭していた。すると俺のスマホにしては珍しく着信音が鳴った。見るとそれは母からだ。電話してくるなんてよほどのことか。のんきに電話に出ると電話越しにもわかる泣きそうな母の声がした。お父さんが倒れたの。雄大、お願い、こっちに帰ってこれない？驚いた。なんとなく自分の父に限ってはそういうことは起こらないだろうと思っていた。寡黙でいかにも職人気質って感じのがたいのいい父だから余計に病気しなさそうだと思ってたし、ずっと元気でいるんだろうなとか思ってた。人間何があるかわからないもんだな。母に言われるがまま俺は荷物を簡単にまとめて実家に向かった。
自宅からほど近い実家に着くと母が出迎えてくれた。その表情からは少し不安げながらも父が大事に至っていないであろうことが感じられた。父が休んでいるという部屋まで連れて行かれ、襖を開ける。するとそこには布団で横になっている父の姿があった。父は俺の姿を見るなり、ゆっくりと起き上がり、布団の上で俺の方を向いてあぐらをかいた。父の顔色は明らかに悪かった。今は一旦落ち着いているというところだろう。背筋を伸ばしている父の姿を見て、ただごとではない雰囲気を感じ、俺は父の前に正座した。しばしの間、父と見つめ合った。こんな風に父と、いや、人と、じっくり目と目を合わせるのが何年ぶりだろうか。非常に気まずい空気に何か話さなければと焦った俺は、ひとまず父の体調を聞こうと口を開いた。しかし、それより先に父の体が動いた。両手を膝について上半身を前に倒す。俺に向かって頭を下げるような姿勢になった。頼む。お前しかいないんだ。どうか、家を継いでくれ。父は正真正銘、俺に向かって頭を下げていた。基本、滅多なことがなければ頭を下げることはない父だと噂には聞いていた。そんな父が俺に向かって頭を下げた。きっと父はこの行動に相当の勇気がいっただろう。でも頭を下げてまで大工仕事なんてしたことがない適任なのかもわからない息子に頼らなければいけない状況に来ているのだなと直感で感じた。俺は一瞬迷ってしまった。そんなに簡単に継いでいいものなのかとか、今の仕事が好きだから本当はそっちを続けていきたいなとか、ぐるぐると頭に考えが巡った。でもよく考えろ、この状況、俺が死の後の言える状況か。俺に与えられている選択肢は、はいかイエスか喜んでしかないだろう。へい、どうにでもなれ。こうして大工には向かないと思っていた俺は家を継ぐことになった。実は俺がどうにでもなれと思いつつ家を継ぐ決断をしたのにはもう一つ理由があった。それは今の会社の状況だ。俺が会社員だった頃からたびたび会社の様子は聞かされていたが、それは毎回いいものではなかった。あまりうまくいっていないのかという程度にしか捉えていなかったが、実際に詳しい話を聞いてみると俺の想像をはるかに超えて苦労していたようだ。なんと借金が10億もあったのだ。あまりにも莫大な数字。ここまで来ると実際にどんなもんなのかなかなか想像しにくい。しかしそれだけ大きな額となると、さすがに俺個人の力ではどうしていいかわからない。正直、ついですぐの頃は本当に後悔した。不安に駆られた。俺なんかにこんなことできんのかよって。でも、やるしかない。俺がやらなかったら、うちは倒産だ。会社の状況が悪いと知りながら、何もしてこなかったツケが回ってきたのだ。俺は腹をくくった。そして、いざ問題に向き合ってみると、意外や意外。銀行員さんや税理士さんと協力したり、一つ一つ問題を解決していくところが面白く感じた。ゲーム脳で申し訳ないのだが、これがなんだか RPG のようで楽しく感じたのだ。しかし、IT 企業の会社員をしていた何も知らない息子が突然跡継ぎとしてやってきたという状況に、職人たちは不信感を抱いていた。それもそのはず、彼らからすれば俺は何も知らない若造だ。そんな奴から突然あれこれ指図されても言うことを聞こうとも思えないだろう。こういう状況もゲームあるあるだ。
リアルを生きる俺にとってはここが一番の試練だったように感じる。人間との関係構築、俺が今まで一番サボってきたところだ。しかしここも神のお告げのように今は亡き祖父の言葉が降りてきた。私たちは従業員の家族の生活にも責任があるのだ。目の前の従業員だけではなく、その後ろにいる家族のことも気にかけて接しなさい。祖父は当時口癖のようにこんなことを言っていた。ゲーム脳な俺はこれが今回のクエストの鍵だとばかりに、目の前の職人たち、そしてその家族までを思いやるよう手当たり次第にコミュニケーションをとっていった。最初はどの職人からもなんだこいつって顔で鬱陶しく思われていたが、長い時間をかけてアタックを続け、やっと最近は心を開いてくれたような気がする。俺はとにかく必死だった。そして社内の連携が取れたら次は社外の連携だ。取引先の各所へ出向き、日々方々に頭を下げ続ける日々。本来であればここも辛い経験だと思うのだが、ゲーム脳な考え方を生かし、これもクエストの一部だと思いながら、できるだけ前向きに過ごすようにしていた。そうやって奔走しているうちに月日は過ぎ、半年ほど経った頃、父の体調は快方に向かい始めていた。それまでは父には仕事のことは考えず、ゆっくり休んでもらえるように伝えていたが、元気になってきたし、何かできることをさせてくれというので、現在の会社の状況を説明した。なんとか回せている、あともう一息だという話をした。すると父は銀行で融資をお願いする考えに至ったらしく、久々の仕事にワクワクした様子で足取り軽く出かけていった。銀行の融資さえうまくいけば完全に赤字から脱却できる。やっとここまで来たんだ。しかししばらくして帰ってきた父は暗い顔をしていた。ごめんな雄大、ダメだった。今までこんなに悲しそうで悔しそうな父の表情は見たことがなかった。その銀行の融資があればなんとか乗り切れるというところまで来ていたのに。父はすっかり落胆し、それからというもの部屋にこもるようになってしまった。元気に働いていた父の姿は見る影もない。仕事ができない分、母の家事を手伝ったり、散歩に出て体を動かしたりと精力的に過ごしていたようだったのだが、そういったこともなくなった。それから父はまた体調を崩し、それほどの日も経たぬうちに帰らぬ人となった。あっという間の出来事だった。きっと銀行での融資を断られたことで、父としては明るい未来を見出せなくなってしまったのかもしれない。子供の頃も大人になってからも、あまり父とは多く交流を持てなかったが、たった一人の父親を亡くしてしまった喪失感は、想像以上に俺の心に大きな穴を開けた。そんな父の部屋からは、自分の運命を悟っていたかのごとく、遺言書と俺への手紙が見つかった。俺への手紙には、お前はお前の道を行け、お前はお前らしい社長になれとだけ書いてあった。最後までなんとも父らしいな。俺はこの時初めて誰かを思って泣いた。そして父の葬式の日、あの日父があれだけ落胆して帰ってきたのはなぜなのか、俺は今日その理由を知ることとなる。母が喪主を務め、母と一緒に会場の受付にいた時のこと。スーツをビシッと身にまとった眼鏡をかけた細身の男性がこちらへ向かって歩いてくる。真面目そうな装いなのだが、その顔はなんだかにやついている。その男性は俺たちの目の前で足を止め、にやついたまま話しかけてきた。どう
もこれはこれはお世話になっております。私感動銀行のすながと申します。この度はどうもご愁傷様でした。いや大変でしたね。まったく葬式会場にはどう見てもそぐわないテンションで自己紹介をしてくるすながという男。顔を上げたまま腰だけ折り曲げてお辞儀のつもりだろうか。右手で名刺、左手でメガネをクイクイッと上げている砂が、なんだかよくわからないまま母と顔を見合わせ、ひとまず名刺を受け取った。感動銀行、桜支店、砂が通る。え、砂が通る？俺は彼の渡してきた名刺を見て、もう一度母と顔を見合わせた。母も気づいたようだ。この須永という男、当時父が融資の申し込みをした時の担当だった男だ。父の遺品を整理していた時に今手渡されたものと同じ名刺を見つけたのだ。ああ、須永さんでしたか。これはどうも、なんて挨拶を交わそうとしたのもつかの間。丸山仁さんね。先日うちに融資してくれって来ましたけど、あっという間に亡くなられるとは。これはやはり融資しなくて正解ですね。私の目は間違っていなかった。須永は突然突拍子もないことを言い出した。そもそもね、借金まみれで将来有望でもない、こんなろくでもない会社に融資する銀行があるわけがない。身の程もわきまえずにのこのこやってきて、頼みます、ここさえうまくいけば必ず我が社は成功しますとかなんとか言っちゃって、しまいにはいい年して土下座までして、ははは、愉快愉快、面白くて背中を踏んでやりましたよ。悔しそうに拳を握りしめる姿は、それはそれは惨めでしたね。何年ぶりかに腹の底から笑わせてもらいましたよ。赤字の土方風情が成功って、なんだそりゃ、まったく笑わせてくれますね。なるほどな。父はあの日担当のこいつに散々な思いをさせられたってわけか。やっと須永の口が動かなくなったところで、俺は思わず須永に殴りかかろうと身を乗り出した。すかさず母に止められたが、須永は怖がるような様子もなく、両手を上げて首を左右にゆっくりゆっくりと振っている。畜生、こいつまるで母が俺を止めると分かっていたような感じじゃないか。まったく、何なんだこの一家は。父親は情けない、息子は手が早い、おお怖、これだから土方はね、野蛮人なんだよ。余計なこと言いに来たんだったら帰ってくださいよ。お忙しい銀行員さんがわざわざ客の葬式に来て油売ってる暇があるんですか？すっかり頭に血が上っている俺は、母に腕をつかまれながらも、せめて須永に何かしら言ってやりたかった。すると須永は腕を組み、鼻で笑った。ふん、そうか。ならばこうしよう。そう言っておもむろにズボンのポケットに手を突っ込み、地面に何かをばらまいた。チャリンという音を立てるそれは、よく見ると小銭だった。10円玉が4枚と1円玉が9枚。49円が俺の目の前に転がっている。全く状況が飲み込めなかった俺は思わず首をかしげた。そんな俺の様子を見た砂川、また鼻で笑い口を開く。49円だな。香典だよ。ほら、拾え、貧乏人。香典？これが？バカにするのにも程があるだろう。なんて分別のないやつなんだ、砂川。そして砂川はどんどん俺の方に近づいてきて、俺の耳元で囁いた。お前の言う通り、俺は暇じゃねえ。感動銀行の行員様だぞ。これで話をつけてやろうってんだ。お前がお前の父親みたいにこの場で俺に土下座しろ。それができたら融資を考えてやらんこともないぞ。
薄っぺらいプライドで俺に殴りかかろうとするお前のような若造にこれができるかな。こいつとことん俺たちを下に見ている。決めた。こいつだけは絶対許さない。こんな奴に頼らなくたって俺にも考えがあるんだ。俺は須永に囁いた。須永さん、本当にそんな態度取っちゃっていいんですか？はあ？何を言ってやがる。だから俺に対して、いやこの会社に対して、そんな態度取っちゃっていいんですかって聞いたんです。後悔しても知りませんよ。はっ、父親と一緒で笑わせてくれるじゃないか。後悔なんかするはずがないだろう、バカが。そうですか、それが須永さんの答えなんですね。わかりました。俺はそう一言伝えてその場を去った。そんなことがありながらも、なんとか無事父の葬式は終わった。喪に服し、数日ぶりに出社した日のこと、先に出社していた職人たちが俺に詰め寄ってきた。みんな口々に、何なんですかあの偉そうなメガネ、ひとしさんのこと散々言いやがって、と須永への怒りをあらわにしていた。実は父の葬式の日、俺と須永のやりとりを彼らはしっかりと見ていたのだ。何やら外が騒がしいと思い、見てみたら俺と須永が言い合っていた、とのこと。俺は職人たちに事の顛末を話した。すると職人たちは皆顔を見合わせ、うんうんとうなずいた。ひとしさんのために俺たちは一致団結してこの会社を大企業にしてやろう、あの銀行員を見返してやろう、そういった決意を口々に語り、拳を突き上げた職人たち。そんな職人たちの姿を見て、俺はやっと人間関係構築における序盤のクエストをクリアできたような気がした。俺は社長として、今は亡き父のために、残された職人たちと偉業を成し遂げてやるんだ。ここに来てやっと家を継いだという実感が湧いてきたような気がする。そして父が融資をお願いしに行った例の銀行だが、俺はあの銀行との取引を中止することにした。感動銀行とは祖父の代からずっと取引をしていたのだが、別にこだわりがあったわけじゃない。まだ家を継いだばかりの頃に相談に乗ってくれた銀行員さんは親切にしてくれてよかったが、でもその人のために特別ひいきにしたいというわけでもなかった。父をバカにされることの方がよっぽど印象に残ったし、嫌悪感を抱いた。客に対してあんな態度を取るような人間がいる会社と取引を続けるほどバカじゃない。それから数ヶ月後、パソコンの前で会社の数字と向き合っている俺の目の端で、さっきからスマホがひっきりなしになっている気がする。あまりにも気になったので一度手を止め、スマホを確認した。するとそこには一つの番号からおびただしい数の不在着信が残っていた。留守番電話も数件残っている。何事かと思い、ひとまず留守番電話を聞いてみる。その録音はこうだ。どうもお世話になっております。私、感動銀行のすながと申します。丸山雄大様、その後いかがお過ごしでしょうか。ぜひ一度当行でのお取引の再開をご検討いただけませんでしょうか。どうぞ折り返しのご連絡お待ちしております。失礼いたします。ほう、悪びれる様子もなく謝罪もない。美しいと感じるほどの手のひら返しを見せられた。俺はあまりにもうるさいその番号を着信拒否にして、またパソコンに集中した。翌日出社すると、二人の男が会社の前に立っていた。ちょうど入り口のところに立っていて邪魔だったので声をかけようとした。すると俺の気配に気づいたのか、男たちは俺の方を向き、その片方は「あっ」と声を上げた。
ああ、これはこれは、どうもお世話になっております。私、感動銀行の須永でございます。丸山雄大様ですね。ご無沙汰しております。お会いできて光栄でございます。須永の前回と違うところは、上司のような貫禄のある男性を連れているということと、俺に対して随分乗客扱いしてくるなぁと感じさせるところだ。須永は俺の手を握ろうとしてきたので、すいませんと手刀を切り、彼らの後ろにあるドアを開けて中へ入ろうとした。俺に握手を拒まれた須永は一瞬イラッとしたような顔を見せたが、上司らしき人と一緒にいるからかあからさまに態度には出さなかった。俺はドアを開けながら一応彼らに聞いてみることにした。感動銀行の方ですか？アポなしで押しかけて何のご用でしょうか？昨日ご連絡差し上げました通り、留守番電話にもお入れいたしましたが、ぜひ当行とのお取引をお見直しいただけないかと参りました。以前いただいていたご融資につきましても優遇させていただきますよ。突然お取引をおやめになられたということでしたが、いかがなさいましたでしょうか？御社のような素晴らしい企業様とは、ぜひ今後もお取引を継続させていただきたいと考えているのですが。そうか、この上司はあの須永の振る舞いを知らずにやってきたのか。いかがなされたと聞かれれば答えるのが筋だ。俺は当時、父の葬式があったあの日、須永に散々俺自身を、会社を、そして父をコケにされたことを全て包み隠さず話してやった。ですから須永さんを一銀行員として、そして人として決して許すことはできません。須永さんのような銀行員がいる銀行とは取引したくありません。須永は青ざめ、冷や汗までかいているようだった。上司は逆に顔を真っ赤にして拳を握り、須永を見つめている。わかりました。では須永については厳正な処分を下します。金輪際丸山様にご迷惑をおかけするようなことはございません。ですからどうかお考え直しを。いやいや、何をおっしゃいますか。弊社が感動銀行さんと取引をやめてどれぐらい経ちますか？数ヶ月は経ってますよね。何を今になって慌てて訪問してくるんですか？取引をやめた時点でご連絡くださるならまだしも、状況が変わってから押しかけてくるとは。しかも須永さん、当人は謝りもせず、昨日だって私の携帯に1日のうちに100件近く不在着信を入れていたんですよ。このように状況が一転してから来るような銀行はパートナーとして信頼できないですよ。どうせ今のうちと取引を始めれば利益になる、ダメになったらまた切るように仕向ければいい、そんな程度にしか思ってないんじゃないですかねえ。誰が信頼できるって言うんですか？どうなんですかねえ、須永さん。そうだ、そもそも須永のいる銀行との取引をやめてから数ヶ月は経っている。なぜ今になって彼らが押しかけてきたのか。おそらく答えはこれだろう。現在のうちの会社はありがたいことに業績がうなぎ上りだからだ。父亡き後、職人たちは一致団結した。俺の話もまっすぐ素直に聞いてくれて協力してくれるようになった。今ではなんとなくバラバラだった社員たちが全員同じ方向を向いて歩き始めた。そして俺は俺で、何か俺の力でできることはないかと考えた。俺の得意なことや経験を活かせないものだろうか。正直、工務店と IT なんて真逆の存在だろう。いや、そうでもないか。俺は自分の経験と好きを活かして会社のホームページ制作をした。今まではそもそもホームページ自体が存在せず、この会社を世間様に周知する方法が少なかったように思う。だからこそ、すごく初歩的なことかもしれないが、会社のホームページを作ることにしたのだ。他の仕事があまりできない分、こういう部分で力になりたかった。
時間を費やし丁寧に作ったところ、集客がぐんと伸びた。やはり時代はインターネットだよな。今まで新聞とか雑誌の一部に広告を出させてもらったりしていたが、その頃よりも問い合わせは圧倒的だ。そしてホームページを制作したことによって増えたのは客だけではない。うちで働きたいと問い合わせてくる若者がどっと増えたのだ。求人についても今まで紙媒体でしか募集してこなかった。正直工務店にしては若い力が少なく苦労することも多かった。求人については力を入れていたわけではなかったが、相乗効果と言えるだろう。そして俺はそれ以外にも社長として改めて会社の決まりを見直した。特に福利厚生の点だ。祖父が語っていた通り、俺には従業員の生活だけでなく、従業員の家族の生活にも責任があるのだ。目の前の従業員だけではなく、その後ろにいる家族のことも気にかけて接しなさい、といった祖父の言葉を一日たりとも忘れたことはない。そんな工夫と職人たちの協力の甲斐あって、業績は面白いほど右肩上がりだった。この調子なら残っている借金の返済も終わりそうだし、今年度の年商見込みは1億円に到達しそうだ。困った時にこそ助け合う。それが信頼関係というもの。あなた方もそうは思いませんか？こちらが困った時に手を差し伸べてもらえないどころか、我々は蹴落とされた。今あなた方が困っているのかどうかは存じませんが、そんな態度を取った銀行にこちらが手を差し伸べる筋合いはない。そんな銀行とは信頼関係は築けないですよ、我々はね。須永も上司も顔を真っ青にさせて、須永はそのままその場に座り込んでしまった。俺はそんな彼らを横目に目の前のドアを開け中に入った。すると先に出勤してこっそり俺たちのやりとりを盗み聞きしていた職人たちと鉢合わせ、俺は職人たちにもみくちゃにされた。社長よく言った。これでこそひとしさんの息子だ。俺たちを守ってくれてありがとう。みんなが興奮状態でよくやったと褒めたたえてくれた。俺は何か一つ大きなクエストをやりきってやった気がした。しかしここからが始まりだ。安定して今後も社員たちを守るため奔走していこう。ちなみにその後の須永はというと、あれからしばらくの間、須永は近所のおばさまたちの井戸端会議でよく話題に上る存在だったという。今回の一件が上司に発覚したことで大目玉を食らい、雑用しかやらせてもらえなくなったらしい。それから数週間後、偏僻な地に左遷され、それから間もなく自主退社したとか。あの性格なのに赤っ恥をかかされ、これまで勤めていた支店でも左遷先でも散々噂されたらしい。そりゃ恥ずかしくっていられないわよねーと、おばさまたちは話に花を咲かせていたらしい。すべて母づての井戸端会議での話なので、話に尾ひれがついているかもしれないが、まあ自主退社したという点についてはプライドが高い須永のあの性格ならありえそうだ。というわけだったんだ父さん。俺は父の墓前で父亡き後に起こったこと、そして会社を大きくすることができたこと、すべてを報告した。父さんがこっちにいるうちに成し遂げてあげたかったな。一緒にこの景色を見たかった。雄大、父さんはいつも見ているさ。一番近くでな。墓前で片膝をつく俺の右肩に、人の手のようなぬくもりと重みを感じる。そうか。父さん、ありがとう。俺はそのぬくもりに左手を重ねた。そしてまた一つクエストをクリアしたようだ。人間社会は何にしろ信頼関係で成り立っていると思う。須永のように横柄な振る舞いなんかで信頼をなくせば取り戻すのは非常に難しい。
俺のこれからのクエストは、俺を信じて今を共にしてくれる仲間たちを大切に、これからももっともっとこの会社を大きく安定させていくことだ。さあ、俺の物語、第2章の始まりだ。